天の里さんですね。行ってみたいと思います。海鮮丼一番人気、これね1日限定20食ということでどうやるの？これ2番人気がこれですね、はい、天丼とかもあります。いろいろありますね、まあ、とりあえずこれが頼めるかどうかっていうのは際どいところらしいんでちょっと頼んでみたいと思います。丼なので、あ、なくなってますね、品切れになってます。のですね、終わってます、はい、じゃこっちでいいんじゃん。じゃあ卵丼2番人気のやつ、うん、そうだ ね、じゃあそれにしよっか。これで、ね、OK OK です。よいしょ、こういうのもあるみたいですね。平日限定、平日限定鍋焼きうどん、こういうのもあるみたいです。鴨煮込みうどんとか美味しそうだね、これね。これめちゃめちゃうまそう。さすがに食べられないですね。はい、来ました。アラニですね。カンパチとスズキだそうです。海鮮丼来ました。味噌汁。美味しそうだね。美味しそうです。ね、いただきます。美味しそうだね。ちゃんとそうですよ。いいよね。ね、なんか10種類の海鮮が乗ってる、うん、あ、本当に、うん、それはそれは、ね、ほら身がいっぱいだよ、うん、うわ、あらって美味しいんだよね。美味しいよね。うん、美味しい、うん、素晴らしい味です。めちゃめちゃうまい。美味しい。あらめちゃめちゃうまい。いろんなあらが入ってて、うん、いいね、うん、タイとカンパチとスズキって言ったからなんか3種類言われた、うん、カンパチとスズキしか覚えられなかった、うんうん、美味しい。めちゃめちゃうまいよ、うん、めちゃくちゃ美味しい、うん、あ、いい味、うん、めちゃくちゃいい味。もう魚がめちゃめちゃ新鮮だよこれ、うん、わかる、うん、うん、臭みが一切ない、うん、コリコリする、うん、これさんが焼きのやつが、うん、ご飯の上に、うん、そぼろの、うん、まあ、海苔がうまい、ね、海苔美味しいよね。生海苔が乗ってる、うん、これパンパチのカムカマカブト、うん、めちゃめちゃうまいよカンパチ。なんだかよくわかんないけど美味しい、うん、どこが何かわからない、うん、スズキっつってもこっちの方はなんかヒラスズキっつうのが釣れるらしいよ、うん、うん、釣りだと、うん、なんかぶっといんだよね、うん、普通のなんか普通のスズキよりヒラスズキってやつ、うん、そうなんだ、うん、うまいわ。脂乗ってて美味しい。ねえ、めちゃめちゃうまいわ。幸せレベルの美味しさです。幸せレベル本当。うん。
ここはおすすめできるお店、うん、本当に美味しいね。海鮮丼だけじゃないもんね、うん、こういう煮つけの味もすごくいいよね、うん、なんかいろんなのが乗ってて本当にいろんな魚が楽しめるからいいよね、うん、海鮮丼とかね、魚だけじゃないもんね、海が乗ってたりとかさ、そう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 、イカが乗ったりとかタコが乗ったりとか、うん、10種類も乗ってるのすごいよ ね。うわすごい、うん、これなんだ、なんだろうとかって、あ、いいよパパ食べて、うん、いいよ食べな、うん、あ、骨があったから気をつけて、うんうん、食べたよ、うわ、美味しい、うん、やっぱアラって結構脂乗ってるよな、ね、乗ってる、まあ、アラによって違うんだろうけど、うんうん、このアラはすげえ脂乗ってて、ほんとほんとめちゃくちゃ脂乗ってる、うん、やっぱこれマグロも中落ちとか美味しいじゃない、うんうんうん、あの骨のところね、パッとスプーンで取ってさ、そうそうそう、中落ちなんか美味しいじゃない、うん、やっぱ骨の周りって美味しいんだよ、うん、骨の周りの何バラに、そうそうそう、骨の周り一番美味しいんだよね、うん、ダイエット始めてから魚をよく食うようになったから ね、うん、本当だね、肉もそうだけどさ、うんうん、よく食べるようになった、肉よりも、うん、魚よく食うようになった、味付けが ね優しい中にも美味しさがあるんだよ、うん、ほんとほんと、うん、ほんと美味しい、優しい味付けだけじゃなくて ね、うん、ね、美味しかった、美味しかったね、ほんと美味しかった、ね、ごちそうさまでした、最高だった、美味しかった。